おめでとうございます。レイカさん、双子の女の子ですよ。双子。実質的に、春、と、冬、の巫女じゃのう。トウヤの世代は豊作だな。長女に続き、次女と三女も適正持つか。コク、お主はトウヤに捨てられたからのう。今度は捨てられんといいのう。ふん、トウヤが高みを目指すために行ったことだ。捨てられたとは思っておらん。じじいとババアがいつまでも長々と話してんじゃねえよ。さっさとガキの守護獣になれよ。かい、口の聞き方に気をつけろ。今回は声優の世代交代が行われたのだ。わしが面倒見なければいけないだろう。そうじゃ、わらわも今は月下の面倒で手が空いておらん。今回は双子じゃ、ならこの老いぼれ亀と白を一緒にさせておいた方が良いのじゃ。誰が老いぼれ亀じゃ、この焼き鳥。何が焼き鳥じゃ、この神聖な朱雀に向かって。おい、声優のガキがいねえぞ。こにゃ、青、行こ、きれい。白、何をやっておるのだ、バカ者。ああ、なんということじゃ。声優の適性とは違う、冬、の巫女に。声優、お主は何もしなくていいのじゃ。お主が何かをしたところで石化には届かぬ。いえ、ですが。気持ちはわかるのじゃ。じゃがその経験は次の世代の巫女に存分に貢献すればいいのじゃ。石化はもう、諦めるしか。いや、です。私のせいで。石化は才能を持って生まれてきたのに。ハフよ。お主は悪くない。お主は石化と同様生まれて間もない赤子じゃった。これはわしらの責任なのじゃ。せめて、わしらがハフが一人前の声優になれるように、面倒を見なければ。高速。私の時がなかったらかわしきれない攻撃ばかり。その息はよし、じゃが同じ手を何度もしておると。えれ、もう時を止められても何ともないのじゃ。回線支配、自分感修正。さすが敵様、私の時がどんどん効かなくなってる。このままだと体力とオーラが。敵、むやみに力を使わないで、このまま使いすぎると他の子の能力が使えなくなるわ。最悪、浸水霊も。月下よ、今ここで白の時を完全に攻略しておかねば他の吸気紳士では対応できぬぞ。今月下は強烈のおかげで、時、と、斬撃、に耐性ができたのじゃ。ならわらわで白の時、を攻略してしまえば白の脅威が弱まるのじゃ。わかった。でも3分よ。敵は後半の作戦で必須なんだからここで伝わってもらったら困るわ。大事な時にすまぬのう。じゃが絶対に成果は残すのじゃ。オオカネイ、起きてる。うん、起きてるよ。あれ、カナメンは。さっきまで試合してた友達の病室に行ったよ。わあ、大事な彼女より友達を取るなんて、許せませんな。私はもう大丈夫だからいいの。月下ねえ、頑張ってるね。うん、頑張ってほしいよね。月下お姉ちゃんならきっとつくよみさんにもいい勝負できるよ。もしかしたら勝てるかも。そうだね、月下ねえならやってくれそうだよね。ろかちゃんはなんでここに。月下ねえも石化ねえも大会に集中してるからさ、せめてオオカネイにだけでも挨拶しておこうかなって。もう行くの？うん、今の私は力のコントロールができない。それは実力とは言わない。それに私、今全世界で悪者扱いらしいんだ。一回戦の。そうそう、リオ先生は許してくれたけど、世間は私のやったことを許してくれない。暴落的だったらしいからね、暴走した私。だから今ここで月下ねえや石化ねえたちの応援をしてる場合じゃないんだよ。今すぐにでも私は前に進まないといけないんだ。そっか、辛いことがあったら相談してね。どんな時でも聞くから。うん、みんなに会ったら言っておいて、私、頑張るから。うん、行ってらっしゃい、ロカちゃん。本当は見たくなかった。自分よりかっこよくあの場で戦っている月下ねえや石化ねえを。見たらきっと後悔する。そう思ったから。だけど来年、いっぱい力をつけて誰よりも活躍して、優勝するんだから。その時になったら、同じ舞台で戦おう、みんな。これ以上私の時、を対策されるのはまずい。一気に形勢を変える。そしてその変化した環境に動揺している隙を確実に仕留める。これは初お披露目だよ。白が剣を収めた、自然支配で勝負するつもり。練習はしておいたよ。自分の長所を生かすために。混沌支配。さっきまでの白とは系統が一気に変わったのう。これは用心せねばならんな。自然支配、ベストローの場。空間支配。近距離戦ではわらわが不利でからのう。絶対に近づけはせんぞ、白。敵様、誰を相手にしてるかわかってる。なんて、と、背後から剣。時で用意したのか？いや、それができるのなら最初からしているはずじゃ。敵、代わって、今ここで敵が
倒れるのはまずい。すぐにネロに代わって治療に。敵様は厄介だからね。私の力も知ってる風だったし、従属の形態を倒せばその従属の力は使えない。もしそうであれば今ここで敵様を倒せば月下ちゃんの脅威が大幅に下がる。そう、外れない。このまま戻っても私本体がそのまま終わる。むしろ敵と私両方を。月下、すまぬ。敵、月下戦士、白戦士の剣を抜くために自ら横に動き、自身の腹部を切り裂きながら距離を取った。無理、そうするしかないと分かってても絶対にやりたくない。これがジャパニーズテクニックなのか。関様、凄まじい覚悟。自身が月下ちゃんの足を引っ張った責任と、これ以上邪魔しないようにあんな無茶なこと。つまりそれだけ本気ってことが、相当な覚悟がなければこんなこと絶対にできない。風格も委ねてたとはいえ、見てるこっちも肝が冷えたわよ。関、バカ、無茶しすぎよ。残り7人、さあ、どうする。時は対策できた。でもさっきの能力はまだ何もわからないわよ。地道に理解していくしかないわね。たとえ旧鬼神士の数人が犠牲になろうとも、ハクちゃんの能力を対策するにはそれだけする価値がある。まずはリア、あなたの力を借りるわよ。共鳴支配、怪人鬼精神髄、リア。月下、次は優になったんだけど。共鳴支配、メリアちゃんが言ってたけど、月下お姉ちゃんの才能は共鳴する力がすごいらしいわ。月下はこの1年それを鍛え抜いたってことだね。それで従属と同じ姿になったり、従属を残機代わりに使ったりできるわけだ。でもそれは従属側も相当な覚悟が必要なはず。普通なら絶対にやらない。でも月下お姉ちゃんだから従属は身を犠牲にしてでも力を貸してくれる。だから月下お姉ちゃんは戦える。だとすればこれは間違いなく月下お姉ちゃんの力だよ。リアは幻惑系で、真実支配と幻想支配の二つを持っている。真実支配で白の動きが読めれば、力の名前に思い通りに使えると思うな。そう、こっちが手を打つ前に引き出そうとするからダメなんだ。私もせめてその中で攻略を見出さないと。ツイートの破壊支配で白ちゃんを倒す。時空混沌、歪みに空間、帰りたい。弱い、他人の力ばかり頼ってるから私の相手にならないんだよ。今ここで私の言ったことが現実になりましたね。月下ちゃんは結局私への対抗意識で従属と協力する道を選んだみたいですが、結局自分自身の力ではなく借り物の力により、能力の熟練度が全くない、広く浅く使っているだけ。それではどれだけ能力を持っていても宝の持ち腐れ、むしろ変に選択肢を広げてしまうから、格上相手との勝負で遅れる。そして熟練度がないからすぐに敗れる。結果、やっぱり容量悪いね。あんなことしない方がよっぽど強いのに。敵がやられた時点で白に圧倒的優勢が向いた。このまま策なく続けるのなら、月下ちゃんはいらない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。